どうも皆さんこんにちは、ムハックです。オーバーロード続きをプレイしていきます。こっち側だね。赤のミニオンが10人いないと動かせない場所、ここじゃないね。あら、これ違う場所に飛んじゃったね。こっちじゃなくてこっちの上の方なんだよな。まあちょうどいいや。この辺で、ちょっとミニオンの武器を調達しよう。この辺とかは、特にないか。お金。そうか、ここは羊が大量にいて、おい、この羊、羊ほっとくと攻撃してくるな。ちょっと片付けろか。まあまあこんなもんでいいでしょう。この先の、左の方だったかな、確か。ああ、これだね。ちょっと待って。オーケーオーケーオーケー。炎が、炎が、待て待て、くそ、やられたな。ちょっとある程度この辺の火消さないとダメだな。でこの虫とかはどうなんだろうな。一応同じ炎だから死ににくいっちゃ死ににくいのか。いやダメだ、バタバタ死んでるな。ちょっと待てよ、先にこの炎とかを全部消してしまおうか。ダメだ、バタバタ死ぬ。待てよ。まあ、とりあえずあそこは開いたのは開いたから、またあれだね、黄色じゃなくてブラウンかな。ブラウンの方のミニオンを10の、赤を5の割合で持っていくか。いや赤はもう3ぐらいでいっか。よし、これもうちょっと早く移動できる何かが欲しいよな。ダッシュができるとか。よし、先に燃えてる虫をね、なんとかしないと。とりあえず引き連れてくるんだ。バカ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 、このゴブリンはね効かないからな、一回攻撃しだすと。よし、引け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 。
よしよし。燃えてるやつ先にこっち側、こいつだ。オッケー。こいつ炎のくせに炎の魔法に弱い。すごいダメージ受けるな。とりあえずこういう火がね結構当たって燃えちゃうんだよな。よしよし、いるね。ほい。炎の魔法が意外に効くねこいつ、あの燃えてるやつ。これはなかなかの発見じゃないか。いいよ、攻撃して当たってで、こっちに来てほしいんだけど、結構動くな。そこ、うん、ダメだ。ほい、素晴らしい。もう一匹来るか。ほい、オッケー。もうこれ残り雑魚しかいないんじゃない。いいよいいよ。いや、まだ奥にいるな。とりあえず、ヘータなんだ。火を。安全をしっかり確保した上で。よし。ごめん。よし。炎のミニオンががっつりやられたな。さあ片付けろ片付けろ。ここはこれだけか。特に何かがあるというわけではないのね。ライフが落ちてるぞ。ライフフォースが。ああ、ここはこれで終わりっぽいな。こっち側は？下降りれる？ダメだね。これだけか。あんまり意味がなかったかもしれないね、これ。っていうことは、これ、ブルーミニオンの場所まで行けないな。今の段階だと。やっぱり緑のミニオンがいないとダメだね。一回ダメ元で突っ込んでみるかな。いやでも無理だろうな。溺れる時みたいな感じでもう一瞬で硬直して終わるんだろうな。さあライフを集めるんだ。羊ごときにやられるな。そこにもあるぞ。ダメだね。
これ俺だけ行って、その先になんか召喚する場所があったりとかしないかな。多分一撃では死なんでしょう。ゴリ押しで行ってみるか。ゴブリンたちはちょっと申し訳ないけど。行きます。あ、ダメだ。見えない壁に阻まれてる。じゃあ、緑がいないとダメだね、これ。もしくは、ここ。まあ、この辺は動かさないとダメだよな。んで、この先は？まあ、この先も、あれだね。そこの崖のところから見えてた場所で。まあ、無理だな、これは。じゃあまあ、これは先に、緑を取りに行くか。そうか、これ一回戻ろ、まあ、いいか。で、こっち側だったかな。こっち側に、そうだね、扉があるから、こっち側にもなんか見えたような気がしたんだけど、あ、あるね。あれは、こっち側か。多分こっち側が森だったはずなんだよね。ああ、先にあそこを解放しようか。羊ども片付けながら。さあ、やっちまえ、やっちまえ。いいね、いいね。ライフフォースがいい感じに溜まっている。素晴らしい。あれ、これ拾えてる？ああ、消えちゃった。イーガさん、よし、こんなもんか。お？あんな猫見たことねえだ。Nothing helps. It's elf magic. I never trusted those 40-year layabouts. エルフの森の入り口を探せ。新しい クエストが見つかったな。でもその前に、
これかな。先に火を消して、 OK。 さあ運ぶんだ。ん？足りないか。さあ運ぶんだ。ちょっと待ってね。よしよし。他には何もないよね。うん、ないね。あれ、こっちから普通に、あれ、おっと、こいつら。待て待て、一回集まれ。こいつら許さん。OK。 よし、待って、ちょっと強い。ちょっと待ってね、これ村人開けねえかこいつら。待って、この人数ではちょっと運べないね。召喚して、うわ橋のとこにもいんな。こっからじゃ届かんか。この野郎、あ、結構いるねこいつら。そこの畑を焼き払って、ごめん。よし、何、まだ生き残りがいるのか。橋は降りたね。よし、これで持って帰れるね。素晴らしい。待って、これ橋渡った先とかいないよな多分。うわ、いるわ。とりあえずここに来るまで待って。てかこっちから来る？あ、来るね。オッケーオッケー。よし、その辺で。で、先にいるゴミを片付けるんだ。よし。もうちょい先見てみるか。さすがにいないか。こっち側は？いなさそうだね。それじゃあ運ぶんだ。いたわ普通に。あ、こいつ一人ぐらいだったら余裕だね。待って、そっちにもいるのか。
よしよし。これは何だろうね。なんか武器とか作れるのか？防具が増える。それはなかなか良さそうだね。で、一応エリフの入り口だね。どうせあの先でしょ。あの村人がいたところ、そこの左、多分そうだと思うんだよね。てかもうそこしかないもんな。おお、燃えてる。なんでここだけ燃えてるんだ。燃えてるのに燃え移っていないっていうね。よし、さあエルフの森、エバーナイトの森。多分ここであれだね、緑のミニオンがゲットできるはずだ。確かね。ユニコーンがいるね。確かあのユニコーンを倒すミッションがあったような気がするな。テレパシーで喋ってんのか。ユニコーンを探してくるのだ。ははははは。生けるものの血を欲している。ユニコーンを倒せ。倒せるか？まあ倒せるでしょう。うお、食ってる。ドワーフ？お馬遊ぶ。やっちまえ。んで燃やして、おっと、うわうわ、あ、まあまあ強いな。おら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 、逃がすな逃がすな。よいしょ、痛い。この暴れ馬め。待って、まあまあ強いよ。ほい。うる。よいしょ。オッケー。あと一匹か。あと一匹はこっち側にいたよな。陛下が水に入ることができて、もうミニオンたちは溺れる。はいはい。これミニオンだけ、まずあの橋をね、下ろしておきたいよね。オッケーオッケー。とりあえず道を確保してから戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい。
慌てるでない。これで道が確保できたから橋を渡ってじっくり戦えるわけだ。よし、あ、いたね。さあ一気に片付けるんだ。よいしょ、うれい、痛い。血まみれのユニコーンを倒した。オッケー、素晴らしい。んーでこっちにねタワーの、よいしょ、オッケー。新しいミニオンスペル、ほうほう、なんだろうね。こっちじゃないわ。アンガー、おお、なるほど、これはなかなか良さそうだね。ただマナがない。獣たちは眠りについた。よし、なんだ、弓矢持ってる。よし、さらに湧いてくるぞ。そこだ。そういうゴブリンしか、ゴブリンじゃない、ミニオンしか行けないところに、いた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 、行くのはちょっとどうかと思うけどな。よし、あの先にすげえいるんだよな。お前たちだけで行ってこい。よしよし、これはなかなか、ましては弓矢ってのが厄介だな。エルフいるね。されてる。オベロンを倒せ。うお、毒がすげえな。そうですね、まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。よいしょ、次回もご視聴よろしくお願いいたします。それではさよなら。